とは何するんだろうから、タクシーの量を増やして、タクシーの値段を下げればいいんだよ、そのお店だとね。あれね、韓国なんか行ったらね、めっちゃ安い。日本の場合はタクシーを安くして、でレンタカーを安くすれば。